川のあるオートキャンプ場、これが一番。どうもこんにちは。今回はですね、これから家族キャンプを始めたいという方のために、海、山、川、どこに行くのが一番楽しめるのかについて考えていきたいなと思います。まずはですね、海、最大のメリットとしては、海水浴が楽しめるということじゃないでしょうか。釣りをする人であれば釣りもできるでしょうし、何よりね、ロケーションが一番いいというのも魅力です。ただですね、デメリットとしては風が強いところが結構多いです。やっぱりね、海風がバーッと吹いてきますんで、どうしてもね、遮るものが少なくて風が強いというところが多いと思います。で、風が吹くとね、何がいけないかっていうと、まずね、料理とかもしにくいし、コップだったりとかいろんなものがね、あの家族キャンプだと荷物が増えてきます。で、増えてきた荷物が風で飛んでしまうということが結構あるのと、タープやテントが風で飛ばされてしまうとか、最悪の場合は壊れてしまうという可能性もあったりはします。あとですね、小さいお子さんがいたりとかすると、あの海を見るとね、どうしても子供ってすぐ入りたがるじゃないですか。ですぐ入りたがるんで、入って一緒にね、海水浴楽しむんですが、その後はね、必ずシャワーを浴びたりしないといけないです。で、あの子供あるあるなんですけども、一回もう上がるって言ってシャワー浴びて、やっぱりまた入るって言ってまたシャワー浴びるっていうことも十分考えられるんで、あの何度かね、その繰り返しをしないといけないっていうのが、親としては結構ね、しんどいところだったりもするかもしれません。次にね、山なんですけれども、山のいいところとしては、大体ね、高いところにあるんで、涼しいです。涼しいことが多いのと、すごく過ごしやすいと思うので、これからね、キャンプを始める方にとっては、山っていうのも一つの選択肢なのかなと思います。それと、いいところとしては、星がすごく綺麗に見えたりします。普段家にいるとですね、なかなか周りに明かりがありますから、天体観測をしたりとか、明かりがない中で星っていうのを見たことない方っていうのも結構いると思うんですが、山のキャンプ場に行くと高いところにありますし、あとはね、周りに明かりがないっていうことが多いので、星がね、ほんと綺麗です。なのでね、あの山は、夜を楽しみたい方に向けてはおすすめできるんですけども、小さいお子さんとかだと結構早く寝たりとかするので、なんかそこまで楽しめる時間が少ないんじゃないかなっていうような感じはします。で、デメリットとしてはですね、まずね、野生動物が怖い。普段ね、生活してると野生動物に会うといっても、野良猫だったりとか、タヌキとかイタチとかハクビシンとか、それぐらいだと思うんですけど、山はね、それプラスイノシシとか、ちょっとね、山に関しては大きめの生き物が結構いる可能性があるので、場所によってはですね、かなり注意が必要だったりするのかなと思います。で、僕自身はまだ被害に遭ったことがないんですけど、食べ物を外に放置してるとクマが出るとかっていうところもあるにはあると思うので、そういった野生動物にね、かなり注意しないといけないのかなと思います。それとね、やっぱりね、虫が多いです。虫が多いので、男性はね、わりかしその虫に対しての免疫というか、見てもね、そんなに引いたりしないと思うんですけども、初めてキャンプに行く女性とかだと、その虫を見て、虫がすっごいいっぱいいるのを見て、もうドン引きする可能性もあるので、そうですね、虫はしょうがないですけどね、虫はしょうがないんですけども、なるべく虫が少ないところを選ぶっていうのも方法なのかなと思います。僕の経験で言うとですね、夏の山の中のキャンプ場でトイレに行ったんですね。夜トイレに行ったら、明かりがね、トイレのところにしかついてなくて、もうその辺のね、虫っていう虫が寄ってきてて、トイレの建物ありますよね、建物の外壁が全部虫だったってことがありました。あれはね、ちょっとドアノブ開けようとしても、そのドアノブの周りとかも全部虫なんですよ。扉の中とか全部虫で、一瞬でガチャって開けてバッて閉めるっていうような感じでやったんですよね。かといってそれで全部入ってこないわけじゃなくて、やっぱり 4,5 匹は入ってきちゃうので、夏だからある程度虫が集まってくるっていうのはしょうがないんですが、山はね、どうしてもそういう虫とかが集まってきやすいんじゃないかなと思います。それとデメリットっていうデメリットでもないかもしれないんですが、気温差がね、激しいです。昼間の温度と、昼間も涼しいんですけど、昼間の温度と夜の温度っていうのはかなり下がってきたりとかするので、その分ですね、荷物もやっぱり防寒具として増えていきますし、その辺デメリットなのかな。僕とかはその逆に焚き火とかできるから楽しいなと思っちゃうんですけど、その小さいお子さん連れとかってなると、その辺はちょっと注意した方がいいのかなと思います。昼間がね、暑いからっていう理由で、夜ね、防寒具を持っていかないっていうことになると、山はね、本当に寒かったりするので気をつけてください。で、最後にね、川です。もうこれは僕が思ってることなんですけど、川が一番いいです。川が絶対一番いいです。なんでいいかっていうと、まずね、
川遊びができますよね。川遊びができるんですけども、まあ、さっきのね海の話に戻りますけども、一回入ってもういいやって上がってでもまた入っちゃうっていうことが絶対あるので、川はね何回出入りしてもシャワーとか浴びさせる必要がないんですよ。ないのでもうそれこそ暑くなったらじゃあ一緒に入ろうかぐらいの勢いで何回でも行けるっていう、何度でもね一緒に遊べるっていうのはすごく魅力だと思います。でね、夏の海よりも夏の川の方がねやっぱり涼しいですし、水も冷たいことが多いです。すごくね涼みながら楽しめるんじゃないかなと思ってます。で、川のキャンプ場っていうのもですね、ロケーションがいいところが結構多いです。サイトがあってサイトから階段を降りると川が流れてて川で遊べるとか、川の向こうがねまた山だったりとかするので、ロケーションの良さについても川っていうのはすごくいいなと思ってます。で、川のデメリットとしてはですね、まあ立地条件によるとは思うんですけども、川があるところっていうのはですね、流れてる川の横っていうのは大体ね道路が走ってたりします。道路が走ってたりとかするので、場所によってはね結構交通量があったりします。で、交通量があったりするので、昼間もねやっぱり車っていうのはバンバン通りますし、夜もねまあ場合によっては結構通ったりとかすると思うので、まあその辺がどうかですよね。車が通らないようなね静かな場所でキャンプをしたいっていう方にとっては、まあ、ちょっと不向きかなという感じはします。ただね、家族で行くとなるとある程度やっぱり賑やかになってきますんで、あんまりねその辺を気にする家族連れの方っていうのもいないのかなと思います。で、これはねデメリットというか気をつけてほしいところなんですけども、川にねあんまり入ったことない方っていうのは分かんないかもしれないんですが、流れが強い場所って結構ね地面の底がえぐれてて、深さがあったりするんですね。で、深さがあったりとかするので、小さなお子さんとかと行く場合は、その川の深さには十分注意してほしいなと思います。まあ、お父さんお母さんがね一緒に遊びながら面倒を見ると思うので大丈夫だと思うんですが、その川のね場所によっては結構な深さがあるというところもありますし、それってね思った以上に深いので、一歩進んだら深かったりっていうことも十分ありますんで、まあ、浅瀬だからといってですね安心しないようにお父さんとお母さんが、お子さんをしっかりと見てあげてください。川遊びすごく楽しいんですけども、十分注意してほしいなと思います。まあ、海山川と紹介してきましたけれども、その中でもね僕はね川が一番いいなと思ってます。いろんなキャンプ場がありますけども、オートキャンプ場というところが一番いいです。で、オートキャンプ場は何がいいかっていうと、車がサイトの横に横付けできますんで、やっぱりね家族連れだと荷物がどうしても多くなってしまったりとか、荷物で両手が塞がってたりとかすると、お子さんがね勝手にいろんなとこ行っちゃったりする可能性もありますんで、サイトの横にですね車を横付けできるオートキャンプ場っていうのが一番いいなと思います。で、車を横付けすることによって、荷物のね運搬もすごく楽になります。設営も楽になりますし、あとこの撤収ですね、撤収もすごく楽になるので、車が横付けできるっていうのはすごくメリットですし、あとねいきなり悪天候になった場合も、車の中にね緊急避難したりとかっていうこともできますから、家族連れで行くとなるとオートキャンプ場を選ぶのが一番いいんじゃないかなと思ってます。で、これからですね親子キャンプ家族キャンプを始めたいという方にとって注意してほしいところといえば、トイレぐらいですかね。なぜ注意してほしいかというと、最近少なくはなってきましたけれども、僕が住んでるあたりはですね結構田舎だったり田舎のキャンプ場に行くことが多いので、まだね和式便所っていうところが結構あったりします。和式便所でもトイレに行ける子だったらいいんですけども、和式だとね行けないっていう子もやっぱりいるので、トイレがね和式なのか洋式なのかっていうのは行く前にチェックした方がいいのかなと思います。虫とかはいるからしょうがないんですけども、虫とかトイレとかこの辺はせっかくね初めてキャンプに行ったとしても、そこで嫌になっちゃって次からもう行くのやめたみたいになる可能性もあるところだと思うので、お父さんにはすごくその辺も注意してほしいなと思います。まあ、そういうことでですね、思いっきり主観で話をしたんですが、川のあるオートキャンプ場、これが一番と僕は思ってます。まあ、人によってですね、重きを置くところとか、こっちがいいよっていうのはあるとは思うんですけども、まあ、あくまで、ね、僕の主観なので、何か参考になることがあれば参考にしていただければなと思います。ということで今回は、これからね家族キャンプを始めるという方に向けて、キャンプ場の選び方、海、山、川、それぞれのメリットとデメリットを話してみました。少しでもね参考になれば嬉しいです。それでは。